皆さん、こんばん、ま、は。ティン。では、のミラクーボーイ、キングトクです。えー、伝統を守る。横浜の伝統を守る。これが横浜の変革。いろいろな伝統を守りましたね。はい。いろいろ勝負に出るか。確かに、横浜もいろいろ変わってましたね。マルハ球団というのは勝ってあって、大砲をやれず、そして横浜ベイスターズ。現在は DNA ベイスターズ。いろいろ進化しておりますね。はい。確かに本気でしたね。はい。 いろいろ女性職員の球団も中にはおりましたね、人とか。はい。ベイはワン、スター星、だからベイスターズ、ハマの希望を唱えという合、はい、言葉にいろいろですね。はい。いろいろなものも、伝統的な T シャツも植えましたね。はい。まあ、ハマスタレジェンドマッチも確かにありましたね。こ,この横浜から70周年の、はい。本当にすごいもんでございますね。はい。確かに人気球団、最近は不明よ。 確かに、レジェンドといえば、新藤達也さん、鈴木隆則さん、佐伯さん、谷繁さん、浜野番長、浜野大魔人ももちろんいて、近藤監督、バシンガン打線を支えた人もおりましたね。はい。まあ。横浜といえば本当にすごい昔やす、バシンガン打線本当にすごいです。いろいろ変わったタイプです、ね、現在とは、はい。ただ違いはあるんですよね、確かに。 無視するばっかりですね。今はもう、言うこと聞いてくれますね。確かに横浜愛を継承している方もどん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 おりますね。はい。まあ、いろいろ変わりましたね。心ここはもうすでに一つ。やはり現在の監督、浜の番長である。確かに就任が決まって横浜愛があったからこそ本当にすごいです。18を繰り返して、スバグは81だそうです。はい。 もう本当に底面抜けの気安や悪時代も支えたのはやはり浜野番長ですねはいだからいろいろ経験があってねはいまあ確かに濃密な時間を過ごしましたね横浜としてはいまあ頑張ってはいたもののねはいベテランの奮闘もやはり浜野番長と池田社長も本当にすごいです永遠の番長なんですはい だから変わってはおりますね、チームも。はい。というわけでいかがでしたでしょうかというわけで、伝統、伝統を守るでした。バイバイ。